はい、皆様こんばんは。仏教哲学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をしてみたいと思いますね。はい、牧内常三郎戸田城正、池田家の墓所は今でも大石寺、日蓮宗主松寺にあるという現象でございます。仏教哲学研究会の公式チャンネルでは、骸骨とかですね、お墓の検証をしてきております。まあ、日蓮、日光、日木、それからその厚原法南の陣四郎さんとかですね、あるいは天然院の骸骨がどこにあるかとかいう検証をしてきておりますが、じゃあその創価学会の会長のですね、墓所は一体どこにあるのかという検証でございますね。はい、それでですね、今回は創価学会の歴代の会長で、今や永遠の師匠に位置づけられております牧内常三郎氏、戸田城正氏、それから池田大作氏の、まあ、実家のですね、池田家の墓所が一体どこにあるのかという検証でございます。で、これはですね、かつてまず創価学会がですね、公式見解でどこそこにそのお墓があるという写真付きの資料ですね、まあ、写真集を発行したことがあります。はい、それからですね、週刊誌ですね、まず2011年の6月9日付の週刊新潮で、こういうふうにですね、これは池田大作創価学会名誉会長と5つのお墓の物語というね、こういう記事が出たことがあったわけでございます。はい、はい、それからですね、まあ、仏教哲学研究会の独自の検証を交えましてですね、今回の検証を進めてまいりたいと、このように思うわけでございます。まずですね、牧口常三郎氏の墓所は一体どこにあるのかということなんですが、これはですね、まあ、今でも大石寺にある、それから日蓮宗主高尾墓苑にあるということでございます。この日蓮宗主高尾墓苑っていうのは、この日蓮宗主上州寺というお寺が管理している墓苑なんですけども、この上州寺というお寺に今住しておるその住職がですね、今昇進会の住職でありまして、まあ、ここのところがですね、非常にもう複雑になっているということですね。もう日蓮宗主も昇進会も創価学会もなんかもうなんかもう分かれちゃってるという感じで、もうちょっとここのところがですね、複雑な感じになっておりますね。はい、それでですね、この牧内常三郎氏の大石寺のお墓ですね、これがかつて創価学会が出した写真集に出ております。はい、その写真がこれなんですよ。はい、これ牧内家っていうふうに、まあ、載っておりますね。はい、でこの中にその牧内常三郎氏の お骨が入っていると、まあ、要するに牧内家の お墓ということでございますね。はい、はい、続きましてはですね、戸田城正氏の墓所はですね、大石寺、それから日蓮宗主高尾墓苑にあるということでございますね。でこの大石寺にあるお墓っていうのは、この五重の塔の脇にあるお墓ですね。はい、なんかあの天然院のなんかその石塔とかも立ってますね。はい、あそこにあるんですよ。はい、でそこに戸田城正氏の墓所があって、そこに骸骨が入っているというふうに言われております。はい、でこれはですね、もう何回も写真とかで出ておりまして、まあ、かつて創価学会が出した写真集の写真がこれですね。はい、ここに立ってるのが戸田城正氏のお墓ですね。これがそうです。で後ろになんか塔婆が立ってますね。はい、
で、ここに参拝しているのは創価学会員の方で、これは宗祖和合時代に撮影された写真でございます。はい。ということで、まず戸田浄世寺のお墓がですね、このまた大聖寺の五重塔の脇と日蓮宗宗高尾墓園にあるということでございます。はい。それからですね、3番目はこの池田大作氏の実家のですね、池田家のお墓がどこにあるかということなんですが、実はこの5つお墓があるわけですね。はい、それはですね、先ほど週刊誌の記事に出てましたけども、これです。はい、今、その池田大作氏の池田家のお墓が5箇所あるということが、ここに書いてあるわけですね。はい。それでですね、まず第1番目がですね、これも日蓮宗宗大石寺にあるということですね。池田家のお墓があるということですね。はい。で、その池田家のお墓の写真が、こちらでございます。はい。で、横から撮ったここに書いてありまして、昭和52年9月6日、池田大作、池田正夫建立って書いてありますね。はい。昭和52年だから1977年ですね。細井仁達ボスの代でございます。で、こちら見ますと、妙法蓮華経池田家って書いてあって、横に仁達って。顔がありますね。はい。で、ここに4人の方の戒名が載っておりますね。池田篠吉さんという方が昭和31年12月にお亡くなりになっている、池田大作氏のお父さんですね。はい。それから次が昭和51年9月にお亡くなりになった池田一さん、これは池田大作氏のお母さんですね。はい。それからですね、これは昭和20年1月11日、池田喜一って書いてあります。これは池田大作氏のお父さん。あ、お父さんじゃない、お兄さんですね。はい。はい、それから次が昭和59年10月3日にお亡くなりになった池田白久氏。この方はですね、池田大作氏の次男ですね。はい。この4人の方の名前が入ってまして、いずれもこれ、戒名になっております。はい。全部日号がついておりまして、男性は個人号ですね。個人号が入ってますね。はい。それから女性は大志号、大きい姉って書くんです。もう最高の改名が入っておりますね。はい。ということでございます。はい。で、この先ほどの週刊誌の記事によれば、こうやって篠吉さん、一さん、喜一さん、白久さんというふうに名前が書いてあるんですが、このお墓の中には、1984年10月3日にお亡くなりになった次男の白久さんのお骨のみが文骨で入っているということはですね、その週刊誌の記事に書いてあります。はい。ですから、お墓が建立されたのは1977年ですから、それから数えまして、7年後ですか、はい、にやっとそのお骨が入ったということでございます。はい。それから2番目がですね、先ほどから出ております。牧口常三郎、戸田浄世両親がお墓もあります、その日蓮宗宗八王子市の高尾墓園にあると。いうことで、これはですね、先ほどの週刊誌の記事によれば、篠吉さん、一さん、喜一さん、白下さんの文骨が入っているということでございます。はい。はい、それから3番目がですね、東京都の大田区にあります、真言宗の密語院にあるということですね。はい。で、この真言宗密語院のお墓が、もともとのその、池田家のお墓だということでありまして、この先ほどの週刊誌の記事ですね、はい、こちらの記事によれば、これはですね、その篠吉さんがお亡くなりになった時、それにその建立してその骸骨が入ったと、それから池田大作氏のお兄さんの喜一さんの骸骨も入ってると。ということでございますね。はい。
それから4番目がですね、これがまた意外でですね、神奈川県鎌倉市にあります鎌倉霊園にその池田家のお墓があるということで、ここには池田大作士のお母さんの一さんの文骨がここに入っているということでございます。はい。で、続きまして5番目がですね、はい。これがですね、日蓮宗宗の奈良県生駒市にあります法雲寺にあるということです。で、なんでこんなところにお墓があるんだというと、その、かつてその宗祖和合時代にですね、その、法雲寺の住職をしていた石川宗賢という住職と、この池田大作氏が、その、かなり仲が良かったということで、その、池田氏が、その、ここに池田家のお墓を作ったと。いうことでありますが、この先ほどの週刊誌の記事によれますと、こちらですね、これはまあ、お墓だけ、墓石だけがあるんで、その骸骨は入ってないということでございます。はい。そうしますと、これだけですね、まあ、日蓮宗宗関係でも、大石寺、それから日蓮宗宗八王子の高尾墓園でしょ。はい。それから、ここに、法雲寺に、お墓があるということになりますとね、もうすでに、その、日蓮宗宗と創価学会はもう喧嘩別れしてるわけですから、まあ、今後ね、まあ、池田大作氏が お亡くなりになったということになると、まあ、今後ね、その創価学会って今、墓園全国に持ってますから、その墓園に墓所を建立するものだと思われますが、じゃあね、これじゃあ、大石寺とか日蓮宗宗の末寺にあるこの墓所は今後どうするんだということになるわけですね。はい。じゃあ撤去するのかということですが、これね、まあこれ意外とそのままにこれからずっとしていく可能性の方が高いような気がするんですよ。あるいは、ひょっとしたらですね、この大石寺にあるその墓所とかですね、末寺にある墓所に、分骨をする可能性もあるということなんですね。はい。そんなことがあるんかいなということになると思うんですけども、いや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 、もう、そんなことはないですよ。はい。それはどうしてそういうことが言えるのかということでございますが、まず第一にですね、この池田大作氏をはじめ、まあ会長、理事長、副会長等々の創価学会の最高幹部は、まあ今の原田会長もそうですね、今の長谷川理事長もみんなそうです。かつての宗祖和合時代の時に、大石寺のホッス、日蓮宗宗館長から、このホッス直筆の成就本尊を貸しされているわけですね。はい。で、このホッス直筆の成就本尊っていうのは、この曼荼羅の、まあ、向かって左上のところにこれを授与するって、この3文字が入ってますね。はい。このね、お方に本尊とか、特別お方に本尊の場合は、この、これを授与するの下に名前が入ってないんですよ。はい。ところが、成就本尊は、このね、これを授与するの下に名前が入ってるんですよね。その、これを授与するの下に、池田大作とかね、書いてある。池田大作にこれを授与するっていうふうに、このホッスが直筆で書くんですよ。はい。これかなり大きな、曼荼羅本尊でございまして、ちょっと大きめの仏壇じゃないと入らない。わけですね。はい。それからですね、さらにそれだけではございません。守り本尊も貸しされてますね。守り本尊っていうのは、その、こういうなんかカプセルに入るちっちゃい本尊で、まあ、どっか外出した時に、その守り本尊をどっか掲げて、なんかこう拝む。そういう守り本尊が授与されていると。はい。まあ、これも結構な幹部になりますと、皆さんこの守り本尊をみんな持ってるんですよ。はい。で、こういう幹部の場合は、まあ、ホッスが直々に書いてですね、名前も入ってると。
そういう、バブリ本尊が開始されている。さらに、それだけではなくてですね、池田大作氏には、かつて、2体の小与本尊が授与されている。大石寺66世細井日達法師の代に、その小本堂の小与本尊が、かぶされてますね。それから、1982年に、大石寺67世日建法師の時に、また、小与本尊が授与されてるんですよ。はい。その時の政教新聞がこちらですね。はい。これが総本堂建立10周年の時に安倍日建法師が池田大作氏に授与した総与本堂の記事でございますね。政教新聞に載っています。はい。でこのれらの本堂なんですが、もうまあ末端の会員さんのなんですか、その岡谷本尊とか特別岡谷本尊っていうのはもう全部取り替えちゃって、なんかその日韓の片谷本尊、それから特装本尊ですね、変えちゃったわけですよ。ところがかつて周宗和合時代にその大石寺のホストからもらったその成就本尊とか守り本尊、それから小与本尊っていうのは、まあ今でもこういう幹部がですね、徐々に信用している可能性が非常に高いということなんですよね。はい。別に大石寺に返してないですよね。返しましたか？返してないでしょ？はい。で、大石寺も返せって言ってないですよね。はい。ということで、今でもこれ、信用している。あれですね、その、創価学会成就本尊だって、今でも、その、会館の本部に、祀って、みんなして拝んでますよね。はい。今でもこれ、随時信用している可能性が非常に高いということなんですよ。さらに、秋谷栄之助氏、まあ、前の創価学会の会長ですが、この人が、会長をお辞めになった後に、なんか体調が悪いから、そのご皮膚を家父してくれないかということで、その日蓮宗宗の末寺に、なんか自ら出向いて、ま、ご皮膚を願い出たということがあって、これが末寺から拒否されたという事件があったということなんですよ。はい。ですから、なんか今でも創価学会、特にこの創価学会の最高幹部は、なんかもう表向きは、なんかいろいろ、なんか会員の前で言ってるかもしれませんけれども、もうまだね、大石寺に執着している、いう可能性が非常に高いわけですよ。そうすると、今、こうやって、今検証しました、この大石寺とかですね、日蓮宗宗高尾墓園にある、この牧口常三郎戸田城西のお墓、それから池田家のお墓もそのまんまにしてですね、また分骨をしておくんではないかという可能性が高いということは言えると思いますよね。まあ今日蓮宗宗高尾墓園だって今その上州寺和昇進会の住職が住んでますけども、まあこの人がまあ自ら退去するかお亡くなりになるかすると、また日蓮宗宗に返還されるわけですよね。返還されて今度はまあ日蓮宗宗がまあ一括して管理するようになるんですけども、まあそこにもうその池田大作氏の分骨がされると。で、大石寺のね、このお墓だって、まあ、こうやって、まあこうやって名前が入ってるわけですね。はい。ですから、ここにもですね、その池田大作氏の分骨が入る可能性が高いということでございまして、まあ、今現在ある、まあ、池田、家のお墓もですね、まあ5つあるんですが、これそのまま今後ともですね存続していくんじゃないかということが言えるんじゃないかとい こう検証でございます。はい、ということで今回の検証をここで締めたいと思います。ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。